トーテゥガはアメリカ海軍のドック型揚陸艦。ホイトビーアイランド級ドック型揚陸艦の6番艦。艦名はスペインの探検家、ポンセデレオンによって1513年に発見されたドライトートガス国立公園にちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目である。トーテゥガは1987年3月23日に ルイジアナ州ニューオーリンズのエイボンデール造船所で寄港される。メキシコ湾に到来したハリケーンギルバートの脅威により被害予防のため1988年9月15日に浸水し、1988年11月19日にローズマリー・パーカー・ショールズ夫人によって命名され、1990年11月17日に収益した。1997年、 トーチュガは、艦長ケネス・エム・ローマ中佐の指揮下1998年7月1日から1998年12月8日まで、地中海に展開した。1999年には、J.M. バードン中佐が艦長に、着任、2000年後半に退役するまで艦を指揮した。後任として、ジェームズ・ピード・リスコル中佐が艦を引き継ぎ、2000年9月に、ラムーア・カウンティが、 チリのバルパライソ沖で座礁し、トーティューガは、ラムーアカウンティに代わって10月に、南太平洋での演習、ウナタス2000に参加するよう命じられた。演習が完了すると、トーティュガはリトルクリークに帰還した。2001年1月に、トーティュガは、大西洋艦隊、ナトウ平和維持、即応部隊の帰還に命じられた。2005年、トーティュガは、 艦長をマーク H スコービル中佐の四季下バージニア州、リートルクリーク海軍揚陸基地を母校とし、大西洋艦隊揚陸グループ2に配属された。ハリケーンカトリーナの被災者救援のためニューオーリンズの桟橋に接岸するトーティュガ2005年8月25日、トーティュガと乗組員は訓練活動を中断し、ハリケーンカトリーナの被害に対応するカトリーナ統合任務部隊の一席として、 ニューオーリンズに派遣された。トー川ガはハリケーンの後初めてミシシッピ川を遡上した海軍艦艇となりニューオーリンズ海軍基地の西岸に停泊した。艦はニューオーリンズ海岸での軍事、民間拠点となった。2005年10月14日に海軍はトー川ガの太平洋艦隊佐世保基地を出港した。トー川ィガは2006年3月31日に 佐世保に到着、ホート・マク・ヘンリーと配備交代を行った。この配備交代は、乗組員が相互に移常する、スワップという方法による交代で、乗組員とその家族は住居を移動しない。4月12日に2隻の乗組員はスワップを完了した。ホート・マク・ヘンリーとトーティガのシップスワップは12日間で完了し、これはアメリカ海軍史上最短記録であった。 トーティガの前、乗組員はフォート・マクヘンリーに乗換し、4月13日に佐世保出港、リトルクリークへ向かった。スワッピングから1ヶ月後の5月15日、トーティュガは3ヶ月間の配備に出港した。毎年恒例のコーペレーション、アフロートレギネストレーニング2006に参加するためであった。トーティガは新たに構成された第73点を任務部隊に加わり、 シンガポール沖で WESTPAC ロジスティックグループ司令官の直接指揮下に置かれた。部隊はトーティュガ、ホッパー、クロメリン、サルボア、シャーマンの5隻から構成された。部隊はシンガポール、大海軍と共に活動、インドネシア、マレーシア、ブルネー、およびフィリピンを訪問した。トーティュガは2007年9月1日に行われた。 東京都の災害訓練に参加し、クック -19 エアクッション型用陸艇を使用して帰宅困難者の輸送訓練を行った。2008年3月及び2010年3月には、伊洋島を訪問している。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う日本政府の要請を受けて、救援活動に派遣され、北海道の苫小牧から、 青森の大港まで陸上自衛隊第5旅団の人員及び機材の輸送を行った。2013年8月23日、アシュランドと交代してリートルクリーク海軍用陸基地へ母港が変更された。ありがとうございます。